皆さんこんにちは、ソナスクライブ林本です。ギターの基本テクニック講座、今回はハンマリングオンのやり方について解説します。ハンマリングオンとはこのように指を弦に打ち付けてピッキングなしで左手だけで音を出していくテクニックのことです。レガートなど滑らかなニュアンスをつけたいときによく使われます。このハンマリングのコツは指の速さと正確さです。力んでしまうと逆に音が出ません。なるべく高い位置からスピードをつけて、指先の一番硬いところでこのフレットのギリギリの際を狙って叩いていきます。指先はこう寝かせてしまわずにしっかりと立てましょう。これが秘訣です。練習方法としては、まず人差し指でどこかフレットを押さえて、ここから中指もしくは薬指が一番やりやすいので、この2本で正しいフォームや感触が得られるように練習してみてください。慣れてきたら小指など全ての指でもやってみましょう。人差し指からだけでなく、中指から薬指、中指から小指、あるいは薬指から小指など、この薬指から小指と、あとはこの開放弦から人差し指が何気に一番難しいので、こちらよく練習を積んでみてください。ではブルースのペンタトニックでちょっとフレーズを弾いてみます。このようになります。そして人差し指から薬指でこのように連続して行うハンマリングはダブルクロマチックアプローチと呼ばれていて、実践的です。こちらはメロディーやギターソロで重宝するので、ぜひ練習してみてください。